ト GP は2027年からレギュレーションを変更する予定だ。KTM のモータースポーツ部門を率いるピットベーラーは先日、その変更内容の一部を明らかにし、懸命な決断が下された、と語った。motorsport.com でもすでにレギュレーション変更の草案については報じてきたが、その柱の一つとなると見られてきたのは、 エンジンの排気量が現在の 1000cc から 850cc へと小さくされることだった。さらに空力ルールについても大きな変更が加えられると考えられてきた。KTM のモータースポーツディレクターであるベーラーは、先日行われたガスガスのチーム体制発表会で新レギュレーションについて言及し、それらの一発を明らかにした。 2027年のレギュレーションに関しては非常に賢明な決断が下されたと感じている。その中の一つや二つはもっと早くに変更することに意味があるのではないかと議論すべきかもしれないがね。だが基本的にはライディングスタイルやライディングそのものに影響を及ぼしている極端なテクノロジーを少し取り除き、ブレーキの踏むタイミングや追い抜くタイミング、 レースマネジメント、フロントタイヤのマネジメントといったものを決定づける道具を我々はライダーにもう少し与えるべきだ。しかし2027年に向けてエンジン排気量を減らすことやライドハイトデバイスをなくすこと、ウイングのサイズなどエアロダイナミクスの制限をすることは全て正しい決断だ。みんなも何が起きているか理解しているし、 全てが正しい方向に向かっていると思う。なお、レギュレーションそのものにはこうしてポジティブな姿勢を見せたベーラーだが、シリーズのレース数増加については不満を見せている。このチャンピオンシップは素晴らしいと思う。そうでなければ我々はここにいない。非常に楽しんでいるんだ。スプリントレースが始まり、レースの量が増加した。 観客や一般に向けて追加のレースを提供できて本当に嬉しく思う。みんな家で予選やプラクティスよりも土曜のレースを見ているんだ。だが、限界を超えないように非常に気をつけなくてはならない。我々として考えているレース数の希望は、22戦ではなく18戦あたりなのだ。そこらが限界だと思う。 もちろんこれはグローバルな選手権だから我々も参加したいと思っている。あまりひどく不満を言うつもりはない。ただ我々の考えとしては2から3レースを減らした同じフォーマットでやりたいということは明らかだ。スプリントレースについては疑念は抱いていない。このスポーツにとってとても良いものだと思っている。 大きな栄冠を手にするレースやメディアでの元 GP の報じられ方を考えれば、これは素晴らしいスポーツだと思う。だから我々は正しいことを続けていくことだけが必要なんだ。なお元 GP は2024年第3戦アルゼンチン GP が現地政府の緊縮政策によって開催が危ぶまれているなど、早くもカレンダーに変更が発生する可能性が出ている。